はい、シロックマンです。はい、今日はファイヤーエムブレム覚醒ですね。任天堂 3DS ですね。やっていきたいと思います。このゲームですね、僕は以前買ったんですけど、何回やってもエラーが出まして、それでプレイができないんで、もう一回買い替えたんですよ、最近ね、新しいのね。はい。で、今回はちゃんと、エラーにならない、ちゃんとね、プレイできるバージョンというか、まあ、プレイできますね、今回のやつはね。よくわかんなかったですね、前のやつ。なんか何回ね、やってもエラーになる、っていうね、よくわからない感じだったんですよね。はい。なんかね、カートリッジの部分がちょっとこうね、少し掃除すれば治るとネットで検索したら書いてあったんで、それやってもダメだったんですよね。何回やってもプレイできなかったんで諦めて買い替えました、今回ね。はい。まあ、1000円ぐらいで売ってたんですけどね、安かったんですけど。じゃあ早速やりたいと思います。これ任天堂 3DS 最初のファイアエンブレムですね、覚醒は。この次出たのがイフの白夜王国とアイアン王国が出て、その次がファイアエンブレムエコーズが出て、その次がファイアエンブレム無双が出たって感じですよね、順番としては。だから一応 3DS で一番最初に出たゲームになりますね。で、これの前に発売されたゲームが、まあ、DS の新紋章の謎になりますよね。で、その前が新暗黒竜と光の剣で、その前が Wii の暁の女神、その前がゲームキューブの草原の奇跡って感じに、まあ、で、その前はゲームアドバンスの3作、その前がスーパーファミコンって感じになっていくんですけどね。はい。じゃあ、やっていきたいと思います。すごい楽しみですね、覚醒、どんな感じなのか。はい。いや、全く未知なんで、未知のね、ゲームなんでね、すごい楽しみですね。ムービーとかももちろん全部見ますね。攻略本もいつも買いましたけどね、一応。パソコンがね、ちょっと電気ついてる状態なんで、若干少し光が入ってる時がありますね。本当に真っ暗な状態でやりたいんですけど、ちょっとね、パソコンの画面がついてる状態なんで、多少ちょっと光が入ってる時がありますけども、ご了承ください。完全に真っ暗な状態で撮影する方が 3DS は綺麗に撮影できますからね。ほら、こう、ちょっと今、ちょっと光入ってるんですよね。この 3DS の光がちょっと入っちゃってる。本体のね。これがちょっとね、はい。はい。ファイヤーエムブレム覚醒ですね。はい、じゃあ早速やりたいと思います。はい、続きから始める、中段から始める、続きからって、これなんかデータ残ってるんかい。残ってますね。終章って書いてるよ。終章の状態のデータありますね。ハードで7時間。うん。ノーマルで15時間。ノーマルで6時間。
え、このゲームって6時間ぐらいでクリアできんの？これは15時間かかってるけど、ハードでやっても7時間でクリアできんの？そんな短いの？このゲーム内容。じゃあ最初からやりますね。ノーマル、初めて久しぶりの方にハードになっていく。最初から選べんですね、こんな上級のやつね。もちろん上級のはやらないですけど、ノーマルでいきますよ。はい、失った仲間が復活、どこでもセーブできる。カジュアル、あ、どこでもセーブできるの？失った仲間は戻らない、じっくり考えるモード。はい、こっちでいきます。はい、まあ、ストーリーを楽しみたいんでね。はい、マイユニット。あ、男か女か選べんの？まあ、女の子にするよな、それはな、僕はね。あ、なるほど。顔っていうか、髪型みたいなのが選べるわけや。タイプ。ショートカット、ロングヘア、ツインテール。まあ、ロングヘアかな。顔。これでいいや。髪色、あ、ここで髪型決めれるのか。まあまあこれでいいやね、ロングヘアで。これにするか。はい、口調。読みが甘いです。私は無口もできんの？勝ちますよ。勝つわよ。勝ちますよ。行くわよ。これにするか。はい。名前。いや、もうあれですよ。もう女性の名前つけるときは僕はもう決まってますからね。これ男性キャラでやってもストーリー同じなのかな、どうなのかな。まあいいや。こっちか。まあまあ、ゆきりんってつけますよ、いつものようにね。僕が一番好きなアイドルの名前ですからね。はい。はい、まあこれでいいんじゃないかいね。とりあえずこれを使わせてもらおう。運命か絆か断章。今パソコンの画面が消えまして完全に真っ暗になりましたんで、クロム。大丈夫だよキリン、この絆は運命なんかよりずっと強い。お前が共にいてくれる限り負けはしない。行くぞよキリン、ここで必ず奴を倒す。下画面の指南カードを見てください。こっちか。ちょっとごめんなさい。はい、ちょっとね、字がぼやけてたんで、あれしました、直しました。ユニットのいない場所にカーソルを合わせて、ボタン。
指南カードは2から3ページあり、タッチか LR ボタンに切り替えできます。カードを2枚ともご覧いただけたら A ボタンを押してください。こういうことやね。うん。システムメニューが表示されます。ゲームのセーブ、指南の表示などが行えます。うん、なお、後でもう一度見たくなったときはシステムメニューの指南を選んでください。勝利条件、敵全滅？いいか。クロム、ユキリン、奴に近づこう。移動するぞ。トロン。魔法使い系なんですね。風剣ファルシオン。よし。一気に決めろ。パウダー、無駄なあがきを。敵との距離を詰めた一気に攻撃するぞ。なんかえらいぼやけたね今一瞬。パウダー、運命には光栄のぞ。来るがいい愚か者と思うよ。倒したんや。刺された。お前のせいじゃない。お前だけでも逃げろ。これでこの章終わりなんやね。新たなる歴史。お兄ちゃん、ねえ大丈夫かな。ダメかもしれんな。そんな。うん？気がついたか。こんなところで寝てると風邪ひくぞ。立てるか。大丈夫か。クロム。ありがとう、クロム。なぜ俺の。あれどうしてかしたら、なんかどっかであったような気が。いや、悪いが初対面だぞ。妙なやつだ。お前何者だ。ここで一体何していた。
私は誰なの？記憶喪失か？それにここは一体どこなの？リズ、それってもしかしてあれかな？記憶喪失ってやつじゃない？どういうことでしょうか？フレデリク、おかしな話ですね。ではなぜクロムという名を知っていたのですか？そのような都合の良い記憶喪失、簡単に信用できる話ではありません。だって私本当に、だが本当の話だったらこのまま放り出すわけにはいかないな。人々を助ける、俺たちはそのためにここにいるんだ。それは確かにおっしゃる通りなのですが、族どもの一味である疑いがある以上、気を許すのは危険です。そうだな。ならとりあえずこいつを捕まえて町に連れて行くか。ちょっと待ってってば。心配するな。話は町で聞いてやる。さあ来い。いや、絵が綺麗ですね。私はこれからどうするの？そう気を落とすな。イギリス製王国の敵じゃないと分かれば自由になれるさ。イギリス製王国、今あなたがいる国の名、平和を愛する西王エメリナ姫、エメリナ様が統治する国です。そういえばまだ俺から名乗ってなかったな。俺の名はクロム。その珍米は妹のリズだ。珍米言うな。珍米って何？私リズね、覚えてるね。私たちはイギリスを守る正義の自警団なのだ。正義の自警団？そんなところだ。で、この小賢しい感じの男がフレデリックだ。クロム自警団副長のフレデリックと申します。立場上どうしてもまずい。まず、疑いの目から入ってしまうことをお許しください。あなたを全く信用しないわけではありませんが、調べることは調べますので、そのつもりで。分かったよ。私の名前は、そうよ、ユキリン。これが私の名前。ユキリンか、変わった名だな。町はもうすぐだ。そこまで行けば。大変よ、見てあっち。敵が出てた。燃やされてんね、町が。町に炎が。霊の族どもか。フレデリック・リズ、行くぞ。この者は、処遇はどうしますか？町を救うのが先が。行くぞ、急ぐぞ。承知しました。私も。ちょっと、ほったらかされた。ゲリバ。奪え、殺せ。奪い終わった家は火を放て、町ごと消し、炭にするんだ。これを見りゃ抵抗しようなんて気が起こらなくなるだろうからな。いや、助けて、誰か助けて。お兄ちゃん、町のみんなが。急ぐぞ、これ以上山賊に町を襲わせるわけにはいかない。ちょっと待って。お前、逃げなかったのか、なぜここに来た。そんなの分からない。でも、私も戦うことはできるわ。分かった。なら力を貸してもらうぞ。敵全滅。よろしいですか？キリンさん、これは実戦です。敵は脱略と殺しを重ねてきた凶悪な族。ここで敗北は死につながります。どうかこれからもご注意を。ユキリンとクロム、フレデリック、リズ。ならず者。うわ、結構、これがボスか、ゲリバ。
うん、5体ぐらいいるんか。ダメージ。なんか聞いたことある曲やな。みんな頑張ってる様子、私も頑張るね。私のは攻撃できないけど回復の杖が使えるの。あ、そういうことか。だからね、ねえユキリさん、私をどう動いたらよいかな。回復役なんよね。お前の武器は剣と魔導書か。お前魔法も使えるのか。そうみたいね。みたい。大丈夫なのか。待ってて、少しずつ頭に浮かんできてる。確か魔法の使い方は、77%。あ、ミスった。あー、そっちに来た。無傷、あ、負傷したか。怪我をしたときは早めに回復した方がいいわ。回復の方法は、もう先こいつ倒すか。 92%。倒した。これでいく。 100%。 はい、倒した。魔法使い系か、これ。ならず者にこんな魔法使いがいるってのもなんかちょっと変やな。戦場に立つと見えてくるのは、いろんなものが急に見える。相手の能力、戦況、武器、これは過去に学んだ知識なの。よくわからんが、お前は相手を見ただけで強さがわかると。その気になればもっと詳しいことだ。
ゆきりん、ブチカ、無理はするなよ。ありがとう、クローム。共に戦う以上、俺たちは仲間だ。助け合って戦おう。仲間と声をかけ合わせれば、会えば、互いに勇気づけられるしな。仲間か。どうした？また何か浮かびそうなの。昔読んだ戦術書とか何か。仲間が隣にいれば、お互いの戦力は強化される。なるべく仲間の隣で戦いましょう。あとは、この2体か。あ、回復すりゃよかった。あ、そうか、これの人が回復やねんな。大丈夫や、はい。このゲームもその隣に仲間を置いとけば一緒に戦ってくれるんですね。ファイアーエンブレムイフと同じようにね。しかなり強くなった。とボスだけちゃうの。こいつだけやんな。ボス動かないもんね。私だってやればできるんだよ。この子自身も回復せしないかんな。傷口症で回復せなあかんって感じやな。このファイアエンブレムってね、自分で自分を回復することできないんですよ、魔法でね。傷薬とかを使うしかないんですよね。それがよくわかんないですよね。自分で自分回復できないっていうのが、もう昔からファイアエンブレムシリーズの常識なんですけどもね、そこはよくわかんないんですよ、なんでか。じゃあ、ボスだけですね。じゃあ、クロムで攻撃してみましょう。58%。 あ、こっちか、そうか、向こうの命中率か、それは。グハハハハ、俺様に逆らうやつは皆殺しだ。あ、よけた。90%。倒した。ギャー。はい。ステージクリア。なんとか終わったわね。町の人たち無事みたいだね。よかった。ところでさ、ゆきりんさんって意外とすごいんだ。戦いのことも詳しいし、剣も魔法も使えるみたいだし。戦いに関して秘めるものがあるようだな。ただ生き倒れではないということか、本当に記憶喪失なのか、ますます持って疑わしくなりましたが、どうしてだろう。戦っているうちに戦い方が頭に浮かんできたの。でも信じて、記憶がないのは本当なの。町の人たちのために戦ってくれたんだ。疑うものか。俺はお前を信じている。よろしいのですか。完全に疑いは晴れていませんが。大丈夫だ。分かっている。だがユキリンの能力こそ俺が求めていたものだ。徳どもや他国がのさばってきている現状、有用な軍師はぜひとも欲しい。それに俺は共に戦ってくれたユキリンを信じたい。クロム、どうだユキリン、俺たちと一緒に来ないか。お前の記憶が戻るまででいい。俺たちに力を貸してくれ。もちろんよクロム。はいはい。
この山賊たちは隣国ペレジアから流れてきたようですね。ペレジア、イギリスの西にある国だ。奴らはこのイギリスに入り込んでは悪事を働いている。町がめちゃくちゃ、どうしてこんなひどいことができるんだろう。よろしいですか。顔を上げてください、リズ様。このようなことから、ま、民を守るため我々がいるのです。フレデリック、なんか傭兵団みたいなもんなんかな。うん、うん、そうだよね。私頑張る。ありがとうございました。本当に助かりました。よろしければ一晩ゆっくり休んでいってください。恐縮です。いえ、お気持ちだけいただいておきます。我々はこれからすぐに王都へ戻りますので。え、泊まっていかないの。泊まらせてもらおうよね。このままじゃ途中で日が暮れちゃうし。夜間 行軍とのえを行う良い機会です。野営かな。厳しい副長ね。ああ、辛いよ。ベッドで寝たいよ。フレデリックは笑顔の時が一番厳しいから気をつけろ。分かったわ。おっしゃいましたか。何も。ほら皆さん、急がないと置いていきますよ。分かった、行こうユキリン。野営ってことは野宿ってことか。はい、あ、こうやってこう進んでいくわけや。こういう感じで、ちょっとこういう感じのマップがあるっていうのはあれですね、あのファイアーエンブレムエコーズとかね、外伝にちょっと似てるとこありますね。うん、こういう、一生砕かれた日常。ああ、やっぱり夜になっちゃったよ。何、ハエの音みたいなの聞こえる。うう、ちっちゃい虫が飛んでて気持ち悪い。わ、クヒニハヒハヒア、これも経験だ。ほらリズ、薪を集めるぞ。ケホケホ、お兄ちゃんは男だからいいけどさ、私は弱い女の子なんだよ。お腹空いたんだよ。おうちのご飯とベッドが懐かしいんだよ。そういえば夕食はどうするの。さすがにお腹減って倒れそう。では手分けして、食料調達と農営の準備を行いましょう。野営か。野営でいいのかな。ふう、熊は久しぶりにだが、うまいもんだな。熊かよ。熊捕まえたんや。すごいな。熊強いのにね、普通にね。どうしたリーズ。遠慮しなくていいぞ。なんでそんなの取ってくるの。熊なんて食べられないよ。ねえ、ユキリンさん。ガツガツ、むしゃむしゃ。普通に食ってますね。ユキリンさん、そんなにお腹減ってたんだ。ほらリズ、お前も肉食ってみろ。硬いよ、獣臭いよ、か弱い女の子の食事じゃないよ。何事も経験ですよリズ様。経験に勝る知識はありませんからね。でもじゃあフレデリックは食べたことあるの。まあその話はこれぐらいにして、今日はもうお休みましょう。あ、ごまかした。お兄ちゃんどうしたの。起こしてしまったか。ちょっとな、妙な気配を感じた。気配って何。少し
あたりの様子を見てくる。一人でダメ、危ないよ、私も一緒に行く。そうだな、分かった、頼む。暗いね。それに鳥の声も虫の声も全然聞こえない。あ、何かおかしい。キャー、お兄ちゃん、なんだ、くどうなってる。リゾ、俺のそばにいろ。火事みたいになってしまってる。お、なんや、魔物が出てきた。ゾンビみたいな。ああ、倒したい。誰か出てきた。助けてくれたんか。化け物たちを追ってたのかな、この人たちは。この人は。お前は一体何者なんだ。うん、二人ともご無事ですか。あ、フレデリス君、ユキリンさん、どうなってるの。この国にはこんな化け物が、こんな奴ら見たのは初めてだ、時空の狭間から出てきたって感じですね。なんかね、異世界からね。ともあれ全員無事のようですね。うん、さっきのあの人が助けてくれて、あれいない、あの人どこ行ったのかな。あの化け物たちを片付けた後できちんとお礼させていただきましょう。奴らは何をしてくるか分かりません。気を引き締めてかかりましょう。ああ、いや、なんかあれですね。ファイヤーエムブレムイフよりこっちの方が面白いですね。展開的にね。うん。あれは、使われていない砦のようですね。なるほど。あそこなら身を守りやすそうね。あの砦で戦いましょう。さっきのなんか、助けてくれたやついない、いなくなったんですね。屍兵。屍兵。うわ、めっちゃ多いな、敵。これがボス？屍兵将。さっきの、あの、なんか謎の仲間みたいなのはいないですね。これ何？
回復できるとこかな、これ。なんやろ、この空間。使えそうな戦術を勉強してきたの。この戦いで誰も死なせはしないわ。経験値22増えた。あ、なんか取ったんや。もう光ってるとこに入ればなんか手に入れるんですね、多分ね。そんな強くないですね。あ、行かれた。あ、そうあれ。いた、クロム団長。僕も早く合流しないと。待っていろ、化け物ども。怪物か。このソアレが成敗してくれる。仲間が駆けつけてくれたん。あ、また来た。ビオール、うん、人生は長く、恋は短い。そう先を急ぐものではないよ。一つお茶でもどうかね。貴族的にね。なんだこの子。そうよく聞いてくれた。私はさすらいの後期の弓使い、その名も。僕は急いでるんだ。ビオール、ちょっと君待ってくれたまえ。ああ、せめて教えてくれたまえ、君の名は。僕はソアレ。僕はクロム自警団のソアレ。クロム自警団やから、もうあれ、グレイル傭兵団みたいな、なんかね、そういう傭兵団っぽい感じですね、なんかね。ソアレ君か、良いなだ。では結婚しよう。はい。はい？ああ、そう、分かったよ。本気で切られたいんだね。私はこのようにとても美しく貴族的だ。私と結婚できる君は幸せ者だ。なんで結婚なん？これ女性だな、ソアレって。そうか、女性か。さあ、行こうか。我が妻、ソアレよ。二人の絆、愛の絆。勝手にもう結婚したことになってんの。誰が妻だ、この子の。待て。謝るから一緒に連れて行ってくれたまえ。本当は一人ぼっちって怖かったくのだよ。こけ使ってくれて構わないから。仕方ないな。じゃあ、ついてくるんだ。つか、一緒に来たやつじゃないんや、これ。この二人は一緒に来たやつじゃなくて、知らない同士なんですね。同時に現れたというかね。訓練をしてきました。もっと強くなって皆様をお守りします。武器の扱いが うまくなった。聞いてくれたまえ、諸君。私は高貴な弓の使い手。弓は離れた時に攻撃できる。近づかず戦う、それが貴族な戦い方だ。集中攻撃された。
倒した。これがボスですよね。これでエリカはまだ何も戦ってないよな。倒した。倒した。はい。よし。あと2体ですね。うわ、ボスも来るんや。ぐるーらー。振り返った。ああ、こっちに来たか。回復しといてよかったな。レベル上がった。
倒した。はい、クリアですね。どうやらもう湧いてこないようですね。他の敵はこの方が片付けてくれたようです。お、この人出てきたよ。あのさっきはありがとう。礼を言う。俺からも礼をしてもらう。俺はクロム、あんたの名前を聞いてもいいか。僕の名はマルス。マルスなんや。あの暗黒竜と光の剣のマルスなのかな。マルス、僕の名はマルスだ。イギリス系の英雄王と同じ仲。あ、じゃあそうなんや。多分あのマルスや。確かに名前を恥じない良い腕だ。どこで鍛えたんだ。いや、僕のことはいい。それよりもこの世界には大きな災いが訪れようとしている。それはその予兆をどうか気をつけて。っていうことはこれ暗黒竜と光の剣とちょっと関係あるとこあるんですね。あ、待って、行っちゃったわね。あれほどの腕利きならいずれまた会う機会もあるでしょう。それより王都の様子が気がかりです。急いで戻りましょう。ソワレたちと挨拶しないのかい。今出会ったばかりの。はい。ここがイギリス王都。すごいわ、人が溢れてる。どうやら大きな混乱はないようですね。謎の地割れの被害はあの森にかけられたもののようです。よかった。おう、エメリナ様じゃ。あの人は、あの方はイギリス西王国の西王エメリナ様であらせられます。王様がこんな町の中に。西洋はこの国の平和の象徴なのです。イニシエの時代、世界を破滅させんとした邪竜を神竜の力によって倒した英雄。その初代西洋様のお姿、民はエメリナ様に重ねているのでしょう。今はペレジアと関係も緊張していて、みんな不安だからな。ああやって表に出ることは民の心を鎮めているんだ。そうだったの。良い王がいてくれて、この国の人々は幸せね。えへへ、でしょう、でしょう。だって私のお姉ちゃんなんだもんね。リズの、ん？え、姉さん？ということはクロムたちって、イギリス西洋国の王子様とお姫様、まあそういうことです。二人とも、自警団だって言ってなかった？王族が自警団をやって悪い方はない。そうなの。あ、いや、そうなのですが、か。今まで通り普通に話せばいい。敬語は苦手だ。フレデリコの口調が丁寧だったのは、コロムたちが王族だったから。いや。私は誰にでもこのような感じです。おい。姉さんが王城へ戻るようだ。俺たちも行こう。ソワレたちどこ行ったん？ご苦労様でした。クロムリズ、それにフレデリックも。山賊は無事に倒した。ありがとう。タムたちもみんな無事ですか？大丈夫だ。ああ、大丈夫だ。だがやはり辺境には賊がはびこっている。それも隣国ペレジアから流れてきた連中ばかりだ。フィレイン、申し訳ありません、王子。我々、天魔騎士団が動けていれば、ああ、ペガサスなんやね。フィレイン、今の騎士団の人数では、王都の警備で手一杯だ。大丈夫だよ、フィレインさん。これから、ユキリンさんがいるもんね。ユキリンさんとは、そちらの、山賊退治に手を貸してくれた、自警団の新しい仲間だ。まあ、
弟たちが世話になったのです。ありがとう、ゆきりんさん。え、いえ。よろしいですか？恐れながら、エメリナ様、ゆきりんさんは記憶喪失とのことで、族の一味や他国の密殺であるという疑いが完全に解けたわけではありません。フレデリク。ここへ連れてきたということは、これもあなたはユキリンさんを信じたのですね。ああ、ユキリンは俺と共に民を守るために二の突きで戦ってくれた。一緒に戦ったからこそ分かるつもりだ。ユキリンは信用できる。そう。コロモが信じているのなら、私もあなたを信じましょう。ありがとう。フレデリク、あなたもありがとう。これからクロムたちを心配してくれているのね。クロム様とリズ様をお守りするものとして当然のことです。ところでフィレインさん、異形の化け物のことは、はい、各地のに出没しているようで、目撃団が寄せられています。その対策を話し合う会議にクロム、あなたも出席してほしいのです。そうか、よかった。私たちは外で待ってよっか。行こう、ゆきりんさん。ちょっとこれなんかあれやなぁ。微妙。ちょっと画面が少しぼやけてるなぁと思ったんですけど、まあ、今直そうと思ったんですけど、そんな変わらないからいいや。はい。自然会話が使えるようになりました。セーブするか。自然会話か、ソアレと、ソアレ、一応まだいるんや。いるというか、一緒におることになってるんや。あの、もう一人の変な男はいな、弓使いのやついなくなっとるけど。まあ、今んとこはないんか、支援会は。ビオールもおるやん。おることになってるんや、一緒に。まあ、いいや。自衛団。はい、ここが私たちクロム自衛団のアジトです。ほら、入って入って。ソアレとフィオールも、フィオールというかフィオレか、フィオレじゃない、なんかビオールか。もう一応一緒におることになってんねんね。マリア・ベル、リズ、無事でしたの。マリア・ベル、心配しましたわ。リズったらもうお怪我はございませんこと。あはは、大丈夫だよ。お風呂とかご飯は大変だったけど。ブレイク、クロムはどうした？俺様のライバルはビビッと腰を抜かしてんじゃねえか。大丈夫だってよ。よかったね。ベイクはお兄ちゃんが大好きだもんね。冗談でもよしてくれ、そういうこと言うのは。スミア、クロム様もご無事でよかった。マリア・ベル、スミアさんはクロムさんを心配するあまり毎日花占いをして、この部屋の花をいっぱいにしてしまいましたのよ。えへへ、ありがとうね、スミヤさん。お兄ちゃんのことは心配してくれて。そんな。ところで、この人は誰だい？新しく自衛団に入るユキリンさんです。ね、ユキリンさんはすごいんだよ。軍師の才能があるの。こう、キラーンってきて、バーンみたいな感じ。なんかすげえぜ。よろしくね。ユキリンよ、よろしくね。私、庶民の方とお付き合いする気はありませんの。
さずに慣れ慣れしすぎじゃありませんこと、失礼させていただきます。あまり気になさらないでくださいね。ごめんね、ゆきりさん。マリアビラちょっと人見知りなの。クロム様。あ、焦げた。大丈夫か、スミヤ。どうだったらいつもこうで。みんな聞いてくれ。俺はフェリア連合王国に向かうことになった。フェリア連合王国？イギリス西王国の北にある少し変わった軍事大国です。イギリスだけではあの化け物を対処できない。だからフェリアに助力を求めに行く。本来なら姉さんが行くところだが、今国を離れるわけにはいかない。この自警団からも名乗り上げたやつを連れていく。じゃあ私も行く。当然俺も行くぜ。クロムだけじゃ荷が重いだろうからな。カラム、僕も頑張ろう。アーマーナイト系って感じやな。スミヤ、お前も来るか。でも私は自分のペガサスさえ見てるだけでも戦いの勉強になる。来たければ来るといい。いいんですか。ああ、なる。でもなるべく俺の諏訪から離れるなよ。はい、約束します。仲間がだいぶ増えましたね。というかソワレとそのもう一人のやつはあれ、なんか完全に無視されてるというか、会話にも出てこないやんか。全員集まったな。では出発するぞ。待って。もう待って。ん？ソウル。ついさっき聞いたんだけど、今からフェリア連合王国に行くって本当？情報をてっきりソウルは来ないんだと思ってたよ。っていうかこのことはベイクが昨日のうちに伝えておくって言ってたよね。俺様としたことが忘れてた。もうベイクって言えば本当適当。今日はこの前みたいに武器忘れてない。うっせえ、今日はちゃんと持ってるよ。まあでもこうして間に合ったんだし、よかったな、ソウル。全然良くないよ。急いで準備したから髪はボサボサだし、お腹ペコペコだよ。この人も仲間なの。悪かった、こいつはソウル。こう見えて頼りになる騎士だ。よろしくね、ユキリン。君が入団したことはミリエルから聞いてるよ。あ、ちなみにミリエルはこの自警団の名同士なんだ。彼女も後から合流するって。だいぶ増えましたね、仲間ね。お、また敵できた。こんなところにも屍兵が。屍兵って何のこと？名前がないと不便ですので、あの異形の化け物に名前をつけたものですよ。手強いぞ、みんな気をつけろ。俺様の斧一撃でって、あれ、斧がねえ、どっか落とした。何をやってるんだお前は。やばいぜ、斧がねえと俺様戦えねえ。いいからお前は下がってろ、敵が来るぞ。敵全滅。よろしいですか。武器がない人はともかく武器には各々相性があります。槍には剣に強い、剣は斧に強い。それらを考えて戦うのが良いでしょうね。槍は剣に強い、剣は斧に強い。三すくみってやつですけど、僕未だにこれ覚えてないんですよね。なんか覚えられないんですよ。槍剣剣斧、槍剣剣斧って覚えればいいのかな。槍剣剣斧、槍剣剣斧、槍剣剣斧、槍剣剣斧ってね、何回も言うしかないですね。はい。
ソバレもいますね。全然会話の中に出てこなかったですけど、ソウル、ユキリン、クロム、ビオールもいますね。一応全然もう なんというか会話の中にはいなかったのに、一応存在してることにはなってたんですね。うわ、多いな敵。これがボスか。8人か。あと10分ぐらいしかね、時間ないんです。プレイできる時間がね。10時までしかゲームできないんで。12分かそれぐらいですね。ちょっとソワレ、ちょっとやってみようか。自己紹介もしてないけどな、ソワレ。まだ。剣斧やから、斧剣、じゃあ槍剣剣斧か、槍剣剣斧、ちょっとなかなかあれやな。フレデリック、フレデリック、フレデリック結構強いからな。あ、そうか。武器持ってないんやったっけ、こいつ。そういえば。サポートします。倒した。はい。レベルアップ。結構ダメージくらったな。無事に合流できました。戦闘中のようですね。私も加勢しましょう。この斧は落とし物でしょうか。気持ちがたるんでいる証拠です。持ち物一つ満足に管理できないその神経を疑います。とはいえ、落とし物は落とし主に返すのが人としての規律及び道徳。万が一丸腰で戦場に立つような大バカ者を見つけたら、この斧を渡して差し上げてもよいかもしれませんね。その大バカ者はここにいるんでしょう。これですよ。
あ、しまった。物交換ってなったのにな。あ、そうか。いいのか。でもこの人じゃないからな。こうやな。おう、俺様の斧がある。私が渡したんですよ、このバカ者。おう、そうか、ありがとう、おめでとう、助かったぜ。気をつけてください。まったく次から名前を手も書いておくのですね。ユキリンだいぶダメージ受けてんな。こっちいっぱいいますね。まだ突っ込むのはやめた方がいいな。橋ぐらいまで行っとくか。倒した。感謝するよ。よけた。お、必殺出た。うわ、72。すげえ。まあ敵が残っているのはユキリン。告げて指示を。そのことについてですが、軍師であるユキリンさんは休みなく皆に指示を出し続けています。これは大変な役目です。ユキリンさんの負担は心配です。そうだな、確かにそうだな。よろしいですか。そこで少しでもユキリンさんの負担を軽くする方法として、時々仲間たちにお任せしてみるのも一手です。何お任せ
はい、大体の指示を与えて、あとは仲間に勝手に動いてもらいます。ただしお任せはあくまで仲間たちが自由に戦うものです。お任せすれば必ず勝てるわけではありませんのでご注意ください。なるほどね、自動みたいな感じで AI 戦闘みたいなことができるってことですね。外伝17って何？どういうことこれ？現在のプレイ状況をご存知？これ誰かの中断データを消してしまうってことになるんちゃうのこれ？まあでもいいか。5体いますね。この中入れば何かあるんじゃなかったっけ。回復の砦みたいな感じかなこれ。来たかこっちに。回復の砦やったんや。回復するもの敵が倒してもらおうか。手ごわい方でした。素敵やな。
攻撃してみるか、魔法で。倒した。あ、鉄の剣手に入れた。金属化やってきたぜ。うん、俺様って努力家すごい。これでいいか、とりあえず。あと2体ですね、敵が。ボス倒すだけなんですよね。ボス倒すのは次回にさせてもらいましょうかね。10時までなんでゲームするのね。はい、じゃあ今日はこれで終わりましょうか。ちょっと時間は時間なんでね。はい、じゃあこの続きはまた次回ということでさせていただきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。もしよかったら YouTube もしくはニコニコ動画のチャンネル登録をお願いいたします。